アクティブ G で12年間愛されてきたお店、猫の約束が昨日幕を下ろしました。昨日29日、 JR 岐阜駅西隣のアクティブ G 構内で岐阜の土産品などを販売する猫の約束が閉店しました。猫の約束は2010年にオープン。岐阜市内に17の障害者施設を展開する社会福祉法人いぶき福祉会の利用者が製造に携わる商品などが販売されています。地元岐阜の素材を中心に使った食品や雑貨などおよそ20種類の商品が販売され、駅利用者や猫好きの人など多くの人から愛されました。この日は営業最終日ということで、商品の製造に携わったいぶき福祉会の利用者が店舗に挨拶をしました。本当に寂しいです。岐阜駅に来れば猫のお店があって、あのスタッフの方とお話ができるのが当たり前のようにつながってたので、それがなくなってしまうのは寂しいです。猫の約束に12年ご来店いただきまして誠にありがとうございました。あの小さいお子さんからお年寄りの方まで笑顔で皆様立ち寄っていただいて、思い出深いことがたくさんあります。あのここからなくなるのは寂しいんですけれども、これからもいぶき福祉会の商品これ展開していきますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。今後猫の約束で販売されていた商品は、猫の約束の店舗の向かいにあるザ・ギフツショップで一部販売するほか、岐阜市港町の長良川デパートやいぶき福祉会のウェブサイトから購入することができます。心重なる